京都へ追い出す動物作業と、今日はね、またもや深草のラーメン激戦区にやってきました。今日は龍谷大学の前からお届けさせていただきますけども、はい、この龍谷大学の前にですね、5月の頭にオープンした超ドロドロのラーメン屋ができたということで、今から乗り込んでいきたいと思います。なんかね、橋が立つラーメンということを売りにされてるお店らしくて、僕も行くのは初めてなんで非常に楽しみです。ドロドロ大好き人間にはたまらない一杯になるかと思います。それじゃあ今から早速乗り込んでくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴーチャンス。ということで、ちょうどほんまに四段街道の、桃次郎の向かい側なんですけども、こういうラーメン屋、なんて読むやろ、健康の健に龍と書いて縁、健龍縁かな、ちょっと名前間違ってたのであれですけど、健龍縁です、ローマ字書いてます。橋が立つ鶏白湯ドロドロラーメン、あーなるほど、なんか桃次郎チックな文字やけど、これちょっとまだオープン前です。ホールで並びます。来ましたよ、今日はね、この橋が立つラーメン、味玉の鶏パイタドロドロラーメン、これです。それとネギ大量50円、これをオーダーさせていただきました。ドロドロラーメンです。ドロドロラーメン、俺の大好きなドロドロラーメン、久しぶりなんでね、ちょっと帰ってたんで、ドロドロ系は禁断症状は出るんやけど、太るんで控えてたんで、めちゃめちゃ楽しみです。5月の頭オープンですね。明日は鶏さばいてドロドロ鶏パイタン、熱いレンゲ、レンゲを取って立ったね、これレンゲも橋も立ったぞ。橋が立ったぞ。冷めないうちにいただきますよ。800円。でも、
一番ヒットですよ。大岩手ラーメンで。何？大岩手。ああ。あ、見てみよう。うまい。めちゃくちゃうまいそう。もうあの混ぜそば状態、混ぜそば。チャーシュー。ちょっと結構太いめの。これですわ。リゾット。これずっと手前は。ちょっと食べてみて。どう？うわ、うまい、うまい。うまそうだな。今このスープ、これ見てください、これ。これ。ということで、ごちそうさまでした。こちら、賢龍園さんで、ドロドロ、箸が立つドロドロラーメン。
いただいてきたわけですけど、もうびっくりしました。僕今まで食べた中で最強にドロドロラーメン。今度コクもあるんですよ。コクもある、すごい美味しいラーメン。もう大盛りがあったら大盛り食べたかったなと。大盛りあとかな、あとかな、大盛り書いてないけどね、大盛りのチャーシュー増しでいただきたいなと思うぐらい美味しいラーメンでした。皆さんもよろしければね、こちら、富岳さん龍大前にありますんで、ぜひお越しいただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。よっしゃー、最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。